イラストレーターののパスス基本操作についてご説明します。イラストレータータで描かれるオブジェクトはベクトルと呼ばれる直線と曲線で構成されますベクトルオブジェクトは解像度に依存しないので拡大しても細部のクオリティを保ったまま自由に移動したり変更したりできますサイズの変更印刷 PDF ファイルでの保存 ベクトルグラフィックアプリケーションへの読み込みなどを、エッジの鮮明さを維持したままで行うことができるので、さまざまなサイズや出力メディアで使用されるロゴなどのアートワークに最適でしょう。ベクトルオブジェクトは、さまざまなシェイプツールを組み合わせて作成することができますし、自由なベクトルを描画して作成することもできますす自由なベクトルルのの描画に使用するのがペンツールです。 新規ファイルを作成します。ファイルメニューから新規を選びます。プロファイルでプリントを選び、サイズは A4 を選んでおきます。OK をクリックします。ペンツールを選択します。塗りのカラーをなし。線のカラーを CMYK レッド。 線幅を2ポイントに設定します。アートボードの任意の場所でクリックします。少し離れた場所でもう一度クリックします。ご覧のように赤い直線が描画されました。描画された線をパスと呼びます。パスは直線または曲線のセグメントと呼ばれる線分とアンカーポイントと呼ばれる点で構成されています。アンカーポイントは ワイヤーを固定するピンのような働きをしますパスには今描いた直線のように始点と終点を持つオープンパスと始点と終点を持たないクローズパスがありますクローズパスを描画してみましょう先ほど描画した直線のパスを確定するために一旦選択ツールに切り替えてもう一度ペンツールを選択しますアートボードの空いている場所で 3箇所のポイントをクリックして三角形を描画してみましょう。3つ目のポイントをクリックした後で、ペンツールのポインターを支点に近づけます。すると、右下に丸が表示されます。この状態でもう一度クリックします。三角形が描画されました。この三角形は始点と終点が一体化してクローズパスになっています。 作成した三角形のように、クリックだけで作成すると、直線で構成されたパスオブジェクトになります。曲線を描画してみましょう。アートボードの空いている場所で、ペンツールを長押ししたまま左右にドラッグします。すると、アンカーポイントから左右にアンテナのように線が伸びます。これを方向線と呼びます。そして、その先端に方向点が表示されます。 少し離れた右下にペンツールを移動してクリックします。あるいは、長押ししたままドラッグして、先ほどのように方向線と方向点を表示させても構いません。ご覧のように曲線が描画されました。方向点の位置によって方向線の長さや角度を調整し、曲線の丸みを変更することができます。すでに作成してある、 直線線で構成されたパスオブジェクトの一部を曲線に変更してみます。アンカーポイントの切り替えツールに切り替えて先ほど作成した三角形の1つのアンカーポイントで長押ししたままドラッグすると方向線と方向点が表示されてそのアンカーポイントに隣接するセグメントが曲線になりました。このの三角形の場合、 今編集した方向線と方向点が存在するアンカーポイントをスムーズポイント、それ以外の二つのアンカーポイントをコーナーポイントと呼びます。以上、イラストレーターのパスの基本操作についてご説明しました。イラストレーター CS6 の線の種類と設定についてご説明します。イラストレーターのオブジェクトは 線と塗りを個別に設定できます様々な線の設定を適用することができますご覧のドキュメントから右下のココカフェのコラムが表示されるように400%くらいに拡大しますスペースバーで一時的にハンドツールに切り替えて表示される位置を調整しますこのコラムはベージュの塗りとオレンジの線で囲まれています 選択ツールで中をクリックします。長方形が選択されました。線パネルを表示します。なお、線幅のみが表示される場合は、パネルメニューからオプションを表示を選びます。線パネルでは、線についてのさまざまな設定を行うことができます。現在のの設定は、線幅がががポイント、先端がバット先先端端、バッ角の形状が マイター結合線の位置が線を中央に揃えるになっています。線幅を10と設定してみましょう。線幅にマウスポインターを重ねて、マウスのホイールを回すと線幅を簡単に変更することができます。これは Illustrator cs6 より搭載された機能です。選択ツールで説明文と営業時間の間にある水平線を選択します。 先端を切り替えてて確認ししみましょう違いがよくわからない場合は選択を解除してさらに画面表示の倍率を大きくしてみましょう今回は丸型先端を選択します。 バスの両端にあるアンカーポイントの外側に、先端が丸く膨らみました。ズームを四百パーセントに戻します。もう一度選択ツールで、コラムの中をクリックします。角の形状で、ラウンド結合を選択します。角丸の枠線になりました。 なお、ベベル結合を選択すると、角を面取りしたような形状になります。角の形状をマイター結合に戻し、線幅を3ポイントに戻します。枠線を破線にしてみましょう。破線にチェックを入れます。一番左の線分に10と入力します。ここでもマウスのポインターを重ねて、マウスのホイールを回すと、 線分を簡単に編集することができます。線分と間隔が十ポイントの破線になりました。例えば、この入力エリアに左から線分十ポイント。間隔六ポイント。線分三ポイント。間隔六ポイントと入力すると。このように一点左線になります。先端で。 丸型先端を選択し破線で線分を0ポイント間隔を6ポイントに設定すると破線ではなく丸い点線にするこ,とができますこのようにイラストレーター CS6 ではさまざまな線を設定することができます。